そのキャラわかる？昔ちょっとあったんだよな。教えてあげようかな。セリ？サキオパン。サキオパン。どうすんの？重ねしゃがみ壊しはしてるよ。うん。まあいいや、それはいいや。これなくなるかもしれない。前髪よく下がってた。おお。おお。あ、なるほどね。あ、そういうことね。あ、なんだ、簡単じゃん。おい。おい。おい。今のもやって。あ、今のやってっていいの、うん、おい。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 で、今のに。強奪。いや、俺はハードかな。わかるわかる。今なんか、なんか、試されたのかと思って。これで終わり。終わりか。うん。ああ、じゃあ、このゲームか。これだけでしょ、だって。で、どうする？大体終わった。大体終わったな。このキャラ知ってる？いや、これはソニックブームじゃん。ソニックブームじゃなくて、ソニックブームみたいな、飛び道具じゃん。うん。それずっと波動で消して、真空貯めて、さあラウンド配信みたいな感じで。全員辛抱強いんだな。それをネット上でずっとやってたら、うん、いくらかローズが嫌になってんだろうね。スライディングで突っ込まれてくる。そう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 。スライディングめり込まって勝利です。確定。何フリフリ？先端はプライチローズ。ああ、なるほど。おい。あ、ガード？ガードガード。ああ、なるほど。いつの間にか画面見るゲームだったな。今のは入る。あ、下チーパン届かないのか。いや、っていうか、おい、下チーパンが入るほどめり込ますのは難しい。なるほど、うん、プラ取れてプラか。あー、うん、おい、ちょっと心細く弱勝利で、うん、あー、きて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 、いや無理っしょ、いや無理無理、今日かやっぱ、うん、今日です。うわー、勇気いんの？まあいるね。うわー、嫌じゃん、今日勝利でゲーム終わって。うわー、まあ一応慣れればな。そうそうそう、慣れればまあ一応そういう感じだ。あと、もう一個は、うん、もう一個は、うんうん、来るの、来る、スパイラル来るじゃん。これタッチアップ系で買おう。おアッパー、おお、うん、終わりです。もう一回って、もう一回って、なんこれ、え、めり込んだらこれタッチアキックできねえやったら、あ、レンガ、あ、そうなの、うん、おお、うん、え、なにこれ、今のも、はい、あ、なにこのゲーム超楽しい。あ、今の入んないのか。え、何これ。じゃあ入んないよりは、じゃあ立ち上げて買わせるんだ。うん。あ、今の立ち上げて遅れたのか。あ、面白い面白い。あ、楽しい。これが。あ、いらないいらない、そんな。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。ああ。でも、まあ、めり込みやすくもなるってことだね。何これ。ローズ戦やりてえな。ああ、面白い。え、もう一回、もう一回、もう一回って。ああ、楽しい。入んねえのか。はい。ああ、わかんねえ、わかんねえ。ああ、楽しいな。終わりです。おお、びっくりしたよ。簡単に話進んだな。うん。ああ、噂はこれね。あ、これこれこれ。なんでこんなキャラまで君は知ってるの？インフィルがやってる動画見たんだ。もう。ずーっとこばれんだしな。シュ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 。シュシュシュ。そう、俺パンチハンでいくのかなと思ったけど、シュシュずっと使ってんの。なんでかなと思ったら、うん、タジヤキックとマイチュキック勝てんだよ、俺、うん。ちょっと見たいね。やってみれば。はい、このキャリ。はい、このキャリ。
えい、巻いてきてよ。えい、えい、えい。えい、噛み合った。イェーイ。えい、楽しい。で、その前チェキックは、これ。わー、届く。えい。えい。明確かなー。えい、シュッシュ。下がる下がる。安全な前。届くかな、届くのかな、届くかな、届くかな。終わり終わり。いや。いや、で、EX 来るじゃん。これ、これ。これ、これボタン。ボタン、ボタン離して昇竜。で、一応。そう、一応ジャンプしてかわすっていう。シンプルな。あとガードするっていうね。なんでボタン離して昇竜出さないといけないんだ。いや、なんか連打キャンセルしちゃうんだよ。うん、そうすると、あの空振った時にこれ出ちゃうんだよ、うん、ダメかも。ダメ。強処理いいのかな。じゃあ、あ、じゃあ強処理すっか。そっかそっかそっか。なるほど。一応ね、ダッシュも嫌で何も嫌だっつった時にこれで。なるほど。いやー、うわ、怖い。はい、あ、怖い怖い。めげすめげす。はい、しょうがない。そんな感じ。終わり？そう、これを噛み合わせる。で、なんかコパン噛めなかったら、これ連打。はい。はい。あとコパン、あ、ダッシュ見てから。はい。このどうか。パチコパン。これ入る。で、中段来て、中段。中段ってなんだっけ、はい、これ。そう、これも、じゃあこれガードを間に合うし、うん、遅れた遅れた。ごまかす。コパン終わりじゃん。終わり終わり終わり。できねえよこんなん。え、これこれで、コロコロが多分間違ってないから、負けても勝っても関係なしに、ずっとこれを防いであげる。わかった。そう。俺、ファイナルファイト久々にやった感じだもん。この距離なんだよって。この距離、このキャラ知ってる？全く知らない。知らない？後ろにスーパー重力使いでいる。結構強いし、そうね。そうね。キャラによりますよね、全部。そうでもない。弱点は結構致命的だったりしますね。あ、でも次のバージョンでキャラ差縮まるから。ああ。きっちな。どうすんの？まず何？まず開幕のこれ。何これ？どうすんの？え？まずこれどうすんの？これ。一回貯めると一個出せるの。ああ。で、一回貯めてる間に二個も貯めれるの。ああ、2個貯めたら弱中と中弱とか弱中が分かる。どうすんの？どんどんヤバくなってくるじゃん。そう、1回貯められちゃうと、ああもううろうろしながらガイルがソニックブーム出せるような。ああ、2、3個ってくるじゃん。うん、ヤバいんだ。どうすんの？開幕前入れっぱです。とりあえず、ああそうするとこれをガヤシにする。うわぁ、モーションがあれで、あ、降りてくんの？待つの？慣れないと蹴れないんだけど。も、ま、待つの？降りてくるまま待つ。いや、めり込ます。そうめり込ますのか、ただ単純に。わ、きちい。あー、これで遠い。そうそうそう、慣れないといけない。はい。開幕貯められちゃうと、失敗なんだから、うん。あ、結構きつい。うん、え、でも、歩きに対してリスク背負わしてくるっしょ。びっくりしたな。いや、で、だから開幕下がって、うん、1個弾ためたいんだ。おう、あ、そういうキャラね。はいはいはい。で、歩かれてると、おう、どうしようかな。まあ、弾は貯めれないから。あ、弾ためて飛ばして、弾ためて繰り返すんだ。うん。追い返す技は、これか。とんでもない技じゃん。
これメリコマスクは。ああ、まあ無理か。ダイヤシ入んじゃない。あ、ダイヤシか。前ないくつこれ。ダイヤシは入る。だから歩いて追っかけてきて。ビタ押しか。追い返す技をガードして。あ、5。やっぱ5だ。ビタだ。はー。で、一瞬で端行くから、うまく押す。コパンかわした、今。あ、かわす、かわす。はあ、コパン打てなくなった、なかなか。もうとりあえず、開幕からの前歩きがずっと成功すれば一瞬で走行くから、うん、そしたらもう、はめ殺せ、はめ殺せです、うん。よしよし。まあ、これで逃げんだよね。ああ、そこそこ、そこは逃しちゃいけないな。うんうん、まあ、走ったらもうきついよね、こんなことやって。あ、そうだ、ちょっと何でも食らっちゃいそうな危険な感じだよね。でもリグには結構そこそこいけそうだよね。いける。うん、で、波動を見てから。おう、あ、分かる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 。で、垂直？バックジャン？それ、バックジャンから次のバージョンで出せなくなるんだ。ああ、だけど、だけど変わんないな。いや、EX であの軌道が出せるようになるらしくて、ああ、そうすると時間が上がっちゃうんで。バックヤンでも EX 出せるってこと？出せる。いや、っていうか、次のバージョンの話をして。あ、まあね、まあね。それ当たると減るから。ああ、減る。波動って半分だよ。半分に見えるぐらいちょっと鬱になっちゃうけどね。それがこういう軌道で出せるようになるから、うん。ああ、EX 今の段階は高いんだ。うん。今はこの軌道。ああ、なるほどね。で、弾貯められちゃったときは基本歩き、ああ歩いて抜けたらがあ、オッケーオッケー。で、弾はね、ガードした後、うん、次のために波動が入るの。ああ、なるほど。うん、その距離だ。飛ばれるじゃん。そうそうそう。でもこれがあるから相手なんだろう、弾ガードさせ最速ためっていうのはリスクがあるんだ、うん、若干ね、うん、だからそれで最速でためれ、ただ最速でためないと歩かれるんだ。あ、なるほどね、うんうん、あ、チャンスはそこしかねえんだ。そうそうそう、一回弾が出始めちゃったら、あ、弾中にもう一回やんないといけないんだ、うん、あ、なるほどね、その有利時間はそこしかないんだ。そうそう、シンプルだけどこっちも要求されんね、うん、で、うん、でも歩いてガード以外の読み合いもあって、弾もうちょい遠くでもいいんだけど、弾の先端知り出し ガードされた確認、ガードされた確認、弾込めと、うん、なんだろう、ガードするだろう弾込めが違うんだ。あ、だからそれ引きつけて前段がまず意味合いとして、あ、なるほどね、あの竜でよく波動を打ってダッシュするみたいな感じだよね、うん、あ、なるほどね、ガードすると回してえいっていう、あ、なるほどね、これがまずあってガード下角にやってみるじゃん。うわ、落ちる。問題これだよね、どうする。いや、ガード下確認だとだからかなり遅いね。遅いからちょっとどうなのっていう、歩かれるっていうのと、うん、あと弾に対して引きつけすぎじゃん、うん、引きつけすぎじゃんっていうね。そんなに引きつけなくていいけど、まあ引きつけた方が効果が出た。で、スイジャンされたことによって弾ためれるじゃん、うん、でもなんだろうな、その判断が前ジャンプ見間違え、あ、怖くて怖くて前ジャンプだったらしい、わ、垂直ジャンプだっつって、で垂直ジャンプをしっかり確認してからためるとこれ波動入るんだ。波動入るのね、うん、波動入るんだって。きちいよ。まあ、まあでも、スイジャンも混ぜておくと、
あのその引きつけ前じゃんと見分けなきゃいけないから、どんどん弾を込めるのは遅くなって、マジか。弾を全部貯められたらどうなるの？結構きつい。どのぐらいきついの？いや、3個目は斜め上だから使い道が違って、まあ、まあないとして、まあ、2個として、うん、これどうする？ね、下玉が出ちゃうと、下玉がなければ結構楽なんで、ね、ちょっとやってみて。で、なんだ、波動、波動と相打ちでさ、飛び道具が確認でこれ曲がるから、あ、もうそこまでやってんだ、うん、あ、本当だ、あ、もうそこまでやってんだ、なんだなんだ。で、一応弱中と中弱って出し方があって、あ、でも基本は中弱なのかな。波動とが来てた時に、あの中で波動を消して弱が飛んでいくから、ただ2個続けて出す読みは1個目のを引きつけて前じゃん、うん、えい、やっと2個溜めますけど、うん、普通に飛びが届く距離から適当でいいんだ。リスクあるじゃん。そうなんだよ。だから、なんだから、まあ相手はね、辛抱強く1個ずつ、あ、1個ずつ消化って、うん、意外と一気に終わらせてみたって持久戦なんで感じるんですよ、うん、こっちも波動拳こうやって、まあ、ただ端行けば終わるから、うん、でも飛び道具下は水中でかわしたら攻め込まれないの？あ、そう、その読み合いも一応あって、水弾に対して、だから引き付け水弾もやればいいんだけど、はいはい、引き付け水弾する読み前ダッシュしとけば対空ができるんだけど、うん、これ決め打ちなんだだろうね、うん、あ、ごめん間違えた、あ、読んでジャンプね。いや、決め打ちだから竜巻打っちゃうんだよね。入った？あの紙紙でかわされそうなんだけど、いや、くぐった後戻るからさ。あ、なるほどね。いや、怖い、浮く前に時間かかるわ、この距離か。でもまあ、だから水弾に対して決め打ち回してしてまで対空するリターンってあんまない。細かいんだね、自分がやるのね。回して決め打ちは来ない。じゃあ、あと、うん、あと、まあ弾に対して背火出しで一気に詰めるっていうのは基本としてあるんだけど、まあ背火見て血は処理が届かない距離だ。あ、なるほどね、まあ、それは背火か。それはそっかそっか、うん、あと、ちょっと待って、それ飛び道具を整備された角に歩き飛車道行きか間に合わないの？ああ、大丈夫か、うんうん、あ、オッケーオッケーオッケー。あと、まあ、そのガードされるようにされておくために対しても整備ダッシュはリスクを負わせれるかな。ああ、蹴ったらやって、結構な距離がいい。いいじゃん、もっといける、あ、あ、そんぐらいで。もう踏み込んじゃいけないのね、これ。うん、あ、楽しいじゃん。まあ、その瞬間は。背び出しが有利だな。ここまで上がってたら、あとは実践だね。そうだね。まあ、体勢経験積んでって感じだよね。まあ、もうできんだね。いやー、なかなか実践だとね、テンポが上下上下だから。風水エンジンって技があって。これ。これ別に、本体性能強くなってないから、ダッシュが長くなってるだけだから。ダッシュ見てポパンで終わり。おお、はい。で、その、まあ、ダッシュ見られてたら止まっちゃうから、あの、弾を飛ばして走り込むんだ。そう。どうする、どうする、どうする。弾先端ガードしちゃうと、もう、あ、攻め届かねえんだ。だから、歩いて、なんだろう、変にビビって下がると、あ、ユリフェーム増えるから、そう。もうウルコン見て、出してこいやーっつって、ウルコン見ても俺別にそのウルコンわかんないことないからっつって歩いてれば、出してこいやーっつって、これが止まっちゃう。なるほどね、あ、オッケー、なんとなく分かった、うん、超無事だな、出してこいや
まあ、下手にビビらなければやることはないかな。なるほど、ね。ただまあ難関の表紙にコンボとか食らってどうされると気がされちゃうわけだ。そう。まあ敵ガードしてればいいんだけど黒田君なら。一応難関ガードしたら全部リバーサル。そうだ、分かる分かる。リバーサル。リバーサルシャガジャクパンシャガ中パンシャガ強パン。でどれか出ればいいなってやってれば、ああまあありか、中攻撃キャンセル前中継も割り取れるから、割り込めると思うんですよ。待って、遅いリバーサル、あ本当だ、うん、めっちゃ早いな、暴れるのはちょっとないな、怖いな、ガードしよう、ガードだな。ただ中段発生いくつ、これこれ17、18、いくつ、20、食らうと痛いよ、きちいな、まあ頑張って中段ガードできっか、まあ、でも来るとこはそんなないから、中古なんだろう、弱パンか弱軽かしか中パンからしか出せないから、まあ食らいがちなんだ、あこれね、じゃ全部あれか、もう立ちが何か来たら立ちがいいか、でも遅いからしゃがんだら食らっちゃう、うん、しゃがんで食らってもね、まあ、ガードできれば、タイミング覚えよう、終わった、長かった、長かった、ちょっと怖かった、これまあ、多分定番がユンとかゴーキとかサクラとか鬼とかじゃない、そこら辺だよね、まあジャンプに前ジャン強キックじゃん、うん、あなた近距離キックと射強パンだったらどっちが2勝の相打ちが美味しいの、近距離キック、射強パン重ねるじゃん、落としてから上り強キック落とすじゃん、うんうん、でその後、あで第2勝と相打ち、そう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 、これはあれでしょ、近距離キックは安いでしょ、しゃがみ強パン、うん、近距離パンじゃダメ、いいんだ、これ爆発数どうなの、ダメだよね、ここ問題、どうやって、ね、これ2勝でどうなの、いやいや2勝じゃなくて、あの直接2勝、ちょっと待ってね、遠いな、でも爆発数にもっとほぼかぶんないよ、ジャンプコイ爆発数の硬直キャンセル2勝がある、ああそっか、そういうのあんだ、これねなんだ、だからみんなこれやってんだよね、うん、70か、あれ70はこっちのダメージか、そうだね、いや減ってない減ってない、ダメだ、あれ減ってない、うん、安いんだ、重ねちゃったよ、下級パン、うん、下級パンだな、うん、なんで緊急パンってんだよ、緊急パンなんかやった、うん、あ一応 IH か、70、まあ持続が70っていうか、 こっちのダメージか、持続がそんなに大きい、下がられただな、うん、ほら抜けるもん絶対重ねたら、そっかそっか、うん、作業場やね、でまあ本命はまあガードだけどね、これまあ負けるんだ前じゃん、これね、なるほどね、サードでしょうか、全くこれでもあれはガードしてコパコパでしょ、まあ持続だから
ねじるっぽいじゃん。うん、ここはここは、うん、あ、今ならこっちそっちがやられたな。えい、えい、えい、あ、出た。どうするのがいいのかね。あ、そういうことね。あ、そこら辺でみんなあれだね、読み合って負けてるんだね、うん、どうするのがいいの。勝利ラグいいから多分来撃されてるんだよ。なかったらこれで多分そこそこ落ちる前あるでしょ。ただラグいいからこんなんできねえよ完全体よ。マージャン台系マシンになる？なるでしょ。それなるぐらいならね、もっといい方法あるよな。剣の方がジャンプ台系が早いからね。ああ、いくらがマシか。龍じゃなくていいんだ、ユンセンが。でもそれ無知だとダメってことね。こいや、あ、やれた。久しぶり。つか会う機会ないじゃん、もう潰れてから。なんかね、いや渋スポで一回なんかね。あったあった、一回だけっしょ。渋スポじゃない、あれだよ、渋館だよ。あ、渋スポで、相当昔あれ。黒田がなんか、7年前や。八丁しゃがみのなんか、アンテナ違いを調べたみたいなのを言い始めて、ハードかなんか。マジで？そうそうそう、チケットやったやつだよ。あ、マジで？マジマジ。キャラ9だっけ？違うよ、じゃあ君がいろんなキャラに対して、なんか、のなんかやられたんじゃない、この仕方がどう、うん、あれだ、キュンの時だ、多分キュンの時だ。あ、そうだそうだ、あの、じゃあしゃがみの1売れ目に立ってんじゃねえかっつって俺が疑ったんだ、あの時。そうそうだ、そうだね、うん、びっくりした。どうすんだこの組み合わせ。なんだっけ、なん完全無視よ。中足を8弱系で、いや、レンガなんですけど、いや、こうね、中足来るときに8弱、あ、でいいのかな。で、漏れるってこと。どうすんだっけ、なんか8弱前に見てたときは、うん、中足に8弱使すのと、うん、まず、まとめ上げるのと弱くて、あー、そっかそっか、千代さん、これ足はある。ちょっと待って、身長からやって、ギリスカシやって、ギリ、はい、着地してしゃがみちぎって、ああ、これが変だろ。なんだっけね、発射系でこれ食らうんだっけな。垂直ジャンプ対策大事なの、とりあえず、まあね、でもこれは、まあ、上りジャンプ、これでしょ、反応くれたらこれでしょ、ただ連打遅らせないで無理じゃん、これ最速ライゲでしょ、はい、ちょっと最速やって、うん、うん、で遅らせガードしちゃうってことね、うん、あははは、インフェルこれやってたんだ、うん、2回頭いいってずっとさ、あ、これ、うん、なるほどね、じゃコパン2回のがおすすめっちゃおすすめだね、垂直ジャンプには。まあね、これちょっと軽くシュッシュッっていうね、あはは、早いな、さすがに早い。リバーサス立ち上げて。あ、投げてごめん。
まあそれ細かいこともありそうなんでしょ、うん、いやなんかに立ち直系を使うと灯籠が使って反応するの、うん、多分壊し灯籠じゃねえそれ、うん、連続一歩しないっしょ、ガードはレンガじゃないっしょ、まあわかんない、うん、全キャラ終わった終わった。いやあとは破壊イフィルしか使ってないからな、うん、で鬼わかんないから、まあ、鬼はいや鬼こんのでいいやもん、ちょっとめんどくさいな本当に、なんかあの技の一個一個が、それはまあ後々に余裕あるけど、まあ剛剣もなんかあとちょっとでわかる感じだよね、うん、誠はしゃがみ中パの使いで足裏もういけないから、いやもうこれできないことばっかだよ、うん、だからできないからしゃがみ中パに潰されないように置く、うん、で食い込んでしゃがみ中キック当たる昇竜拳、あインフィルはインフィル隣のことやって、で剣の高さとか手前落ちは足払い確定取ってとか、うん、多分あれが煮詰まってるっぽい、うん、で息吹戦も煮詰まってるし、バイパーと、うん、エルフォルテと、うん、破壊が分かんない、分かんないんだ、あでもバージョン2012で竜のチラシって強くなったんだ、うん、知ってる、それは気づかなかったんだ、俺持続がめちゃくちゃ長くなったんだ、うん、それでバイパー戦のダイヤ1変わったって、うん、みんな大好き戸川氏が言ってた中足なんだと戸川さん言ってたって知らんけど、まあ言いそうだね、似合って言うんだ、めっちゃ言いそうだなと思って俺、低空バインの出し方がわかんねえか、これさ超難しくないか、チラシね、あチラシ、これ透かせんの、あんだけ地上、あっいやむしろ引き付けてチラシ打つといいかもしれない、うん、あ当たった、ダメダメそんなのやんな俺、あ頑張るね俺、あれ早いなちょっと待って、あー辛い、プラさん、うん、バーニング角にしゃがみ中キック、うん無理っしょ、浮いた角人でいけるけど、これできるけど、いやこれ浮いた角になっちゃう俺は、うん、あだからあれか着地の隙に当たるって感じ、うん、ああなるほどね、出せない、いやそっちの方が強いでしょ出せないよレミオ、あこんな感じね、こんな感じ、あははは、浮いた角にシャーミチューキックで大丈夫な位置キープして、勝利点だ、ダッピーコーチにボタン押しちゃうとダメなんだね、反応ゲーじゃん、いいっしょ、もう、もういいか、もう左手がぽっかりでしょあとまあ超基本的なこととして中足重ねるとウルコン以外くらない、ああそれはなんとなく分かったんだけど、それじゃやっぱ納得しないよね、バックダッシュどうすんのって話だから、そうなんだよね、ああまあ緊張きくくぐらい、ああとこれも人がね、あちょっと待って爆ダッシュ届かねえな、まあ、とりあえずね、はいはい、ああああいうちか、あいうちか、え分かんない分かんない分かるよ、あいうちあいうち、あと一応私のおすすめが壊し持続重ね、うん、で持続じゃないといけない、持続じゃないといけない、ああ分かった、まあちゃんと重なってればOKでしょ、壊し重ね、うん、で中継弱継辻、うん、壊しつかりから最速で中足出るように弱根、あーなるほどね、爆破されちゃったよ、爆破は、はい、一応中足が当たる、空
空中納得いく？しょうがないよ、しょうがないか。いやこれ遅いと EX だよな。ああ、じゃあしょうがない、じゃあしょうがない。でこれに対して角換は、うん、はなんだっけ、有利フレームいくつ？8ぐらいある。じゃあたっぷりいこうぜ。はい、これはおすすめ。ただまあ第3弾くらいで、いやでもそれぐらいリスクしょうがないでしょ、うん。あー、もうちょっと軽く分かったら俺がなんかできそうだけど、だね、思い出した、一応持続じゃなくてプライチからいけるんだ。まあ別に何でもいけるってことね、うん。ああああ、ただまあちょっと中足出るのが遅いと制止の感じだよ。早すぎた、早すぎた。一個考えたのは、そういえばそれは古いやつで、古い、うん、中古2発目を中パンジャックパンにすると、ああ、そっちの方がいいわ、うん、死んだよ。あ、使う使う。あ、中は使ってて、あ、ジャックはカウント。あ、これはあれか、性質も出ないか。そうそうそう、はあ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 、こんなのあったな。あ、入れられない、うん、ベガスに近いじゃん、仕込みゲー。ただバク捨て買えないから、どうしよう、バクダッシュ許せないんだけど、これだけは許したくないんだけど、普通に麻雀でいいんだよ。送る、うん、コンボ間違えてごめん。でも そんな感じか。他の技は食らわないから。あー、そっか、ちょっとこれ複雑、ベガセンと似てるから、うん、選ぶのちょっと時間かかるんだよ、結構。そうね、いや、バイパー使うのが一番変だけど、バイパー全く興味なくてさ。バイパー使ってよ。俺めんどくさいよ、めんどくさいよ、ね、左手ぶっ壊れしね。そんなことない、俺ダメだ、ぶっ壊れよ俺。あ、でもちょっとまあなんとなくそれをそれっぽいのをちょっと考えるわ。え、ちょっと書類やって。なるほどね、しゃべ。そっか、ああ覚えたね。パクられてる感じだな、オキゼミで。まあ中距離しっかりやな。まあオキゼミできないのはどれも一緒だから、まあ、大して、うん。ブランカ戦は分かりそうだね。ブランカ戦ラグいかラグくないかな、すべて。なんで？あ、違うか。俺今までやってたのが、うん、あの昇竜仕込むみたいな、ずっと、うんうん、コマンド入力して、うん、ローリング来たらボタン。リバーランが来てもボタン。まあまあ前来た瞬間ボッていくんで、だいたい終わりけど、まあ問題なのが、うん、ダッシュに勝利確定しないし、ラグかったら。だからコパンの方がいい。コパン連打の方がいいの。いや、っていうかローリングを潰すのは諦めて、うん、そこ俺ローリング読んだら勝利仕込みで勝利離すの。そうでダッシュ来たらやむなく我慢で立ち投げ。いや、コパンの方がいいと思う。割とかくるか、割とっていうかかくるか、かくる、うん。じゃあ俺やりたかったのが、うん、ローリングに勝利を合わせてダッシュに壊し、うん、ミスってもら連携組めるじゃん、うん、そっちの方がいいかなと思って。そんだけフレーマーだったら投げで潰されないでしょ、ダッシュ見てから壊しは、うん。そこら辺がグレーなの。ラグビーとか反応遅れだけでダメになるから、うん。ただダッシュからは無敵技出ないんだ。そこサプポからは出るんだ。でサプポの方が全体が長いんだ。うわ、サプポって何？サプライズフォワードっていう特殊技があるんだ。それはバックダッシュのやつ？ダッシュでしょ。バックダッシュのやつの前版もあるんだ。あ、それそれ、それダッシュって呼んでんだけどそれはサプフォっていうやつ。サプフォっていうの、サプライズフォワード。これ見てからコマやな、うん。
で、これが、サポーね。ちょっと行ってくださるか。いける臭いな。かくるんだけど、楽になったらかくんだけど、前来たっつって、前来たー。シャレ。シャレ。そうか、それあるからコパンなのか。え、どうしてのブランカスの。え、いや、前来るの待って終わりだ。だね。終わり。まあなんとなくそんな感じだね。あとまあせっかく始まで来たのにそういうのに逃げられる。それ。それびっくりした。弱小でしょそれ。何に。一応でもまあ端から逃げられる。まあめっちゃ入んねえから。いやブランカ逃げまくりだ本当に。これセビ取れっけ。リバサーは取れないじゃん。取れないから、いやもう逃げるときリバサーかやっぱ。そうかそうかそうか。で起き上がりパンシもケアしながらやるなら、うん、シャガグラ、うん、シャガグラで仕込みしゃがないと。ちょっと遅いな。あ早めってことね。なるほどね。これで逃げれない。ジャンプも潰せるか。あなるほど。ちょっと上レッパして。逃げたじゃん。いやちょっと遅いんじゃないかな。っていうか入れっぱで逃げる人は俺はまだ見たことがない。俺逃げるやん。なるほどね、うん、いやでもまあまあなんとなく下コパン2回やって勝利は無理か。ちょっと待ってちょっとやってみるわ。でガードして無理か。ああこれこれああめんどくさい。ダメだこれはめんどくさい。でもなんかあるよね。あるね。まあ弱弱がレンガン問題ように細めにやる。レンガン。そうすると割れなんか隙間あるのが嫌なんだよね。そうなんだよね。隙間あるとなんかされそうだし。不具合出てくる。あれ小羽落ちたっけ？無理か。飛ぶしかない。これ飛んでいるか。あい飛んで。これ飛んで隙だらけ？まあこんなもんか隙は。長いことトレもやるもんじゃないな。ブラックな星は、うん、ラチャーかねえの。いやしかしキャラ多いですなこのゲーム。これは無理じゃん。いやこれヨガファイヤー見てから強打できるじゃん。みんながみんなできないですよ。いやこれはあのなんだろう、サードでいう投げすかにしゃがみ中キックみたいな例のあんな感じの反応でも全然間に合うよ。ヨガファイヤーどこ見てる？最初のここ。いやわかんねん。ヨガファイヤー目立つよね。いやわかんない。フェイン他の技と見比べたことないから。まだここ。ああそのモーションか。左側。あはいはい。一緒。なるほどね。フェイントがめっちゃやってくるのね。あの今の直前だよね。無事な去年の。ちょっとやってみてフェイント。ん？フェイント？まあいい。弱ハイたまに。なんかね。これで間に合うんだよ。痛い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 。終わった。早いな。一応俺大会初めて出た時に誰しみだからこれやった。
守備やってたから、あ、抜けれるんだって、俺1回転目じゃないと抜けねえと思ってて、2回転目でいけんだっつって、ほらほらほら、そんなにできねえよバカ。あと爆弾吸盤大きくなってたんだよ、爆弾吸盤ちょっとやって、待って待って、ここぐらい、これどうすんの、どうして見てから手広くんの、なんで中退なんてねえじゃん、おっせえ なるはずなんだよ、ラグくないから見えるんだよ、いやジャンプいそれラグいいんだよ、ジャンプいくよ、あ、まあこんなもん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 、ラグくラグいいから、普通ラグいいから、これラグなしだから、特別だから、うん、どうすんの本当に、ラグなかったらどうすんの、うん、あ、2回転目だ、あはは、は遠いな、新しいの確定じゃないよな、違う、絶対確定あー、もう天才じゃん、いや使いたくないよこいつにこいつにギーチャー使いたくないよ、これで我慢するわ、下ねや、まあ、最初のセビができないけどね、で俺立ち壊しがうざいの、ちょっと待って立ち壊しって俺これだけしてるこれは、これ潰す、ないよな、で、立ち壊しやった後にしゃがみジャックやって、垂直から立ちジャックキックやって、その後しゃがみ込む、発射なんでいいや、あーだるい、でこの辺りか近くね、いや、あ、そっか、近づければいいか、さすですね、ないか、さすですね、まあ、いわゆるガモキャンっていうのがあってですね、聞いたことある、聞いたことある、遠距離でシャガジャックパンかなんかのように戻り、シャガミジャックパン やるじゃん、俺がシャガミジャックパンやるやるやって、昇竜しゃがみガード、おしっぱ、おしっぱじゃない、昇竜しゃがみガード、うん、で、まあ、中昇竜でも昇竜でも強昇竜、まあ、中はない、中でもないか、弱パンの終わり際にガード入れながら昇竜コマンド完成させれば、これか、いや、これ、いや、じゃあ中パンの方が簡単かな、弱パンは忙しい、出ちゃってんだ、失敗、あ、そうなんだ、うん、もっと早い、そう、そんぐらい、それやん、うん、早すぎるって言うか、分かった、若干終わり際、あ、終わりがね、やってみろ、うん、出ない、ギリギリ出ないぐらいがいいの、ギリギリ出ない、ああなるほどね。逆ねえな。まあ下中間でもいいかな。処理権ね。そんな。オッケー。出ない。出ない。まあこれで一回勝っ。ダウンさせて走り込むのがありなんだけど、今ってこと、手伸びてきてたら勝利出るから、多分早いんだな、まあ、原理はちょっとよくわかんないけど、バグ、ガードモーション、あ、ガードね、時だけ先行に入れてから、あ、
いらねえな。いらない？うん。まあ、ヨガファイヤーに到達してればいいよね、これが。うん。8キロバンって、うん、ライフ入る。これ見てからじゃないんだよ、反応なんだよ。見てからと反応は何が違うの？あ、違うか。どういうこと？待って、タチキョバンで確認無理だよ。うん、あほら、そういうことね。伸びた伸びた。しかもラグナシチ限定だからね。伸びた伸びた、あ、早かった。伸びた伸びた。はい、いらないよな、まぐいもん。なんでそれが取れんのか知らない。終わりじゃん。終わりだもん、いいや。黒田は負けない。いや、負ける負けるいいや、誰しませんよ、もういいや。これわかる？俺はわからない。ガイルさ、うん、うまいガエル。いや、なんか近況キックあんじゃん、近況キックでしゃがぐら潰して、うんうん、あれしゃがみジャックパングラップで勝てるから、うん、そこしゃがみジャックパングラップにしてとか、うん、まあ細かいとこは多分スパーツ X の中似たり寄ったりだから、うん、あ、特に波動打ってちょっとゲージ溜めてっていう持久戦じゃない。ただ豪気はないよ、ガエルに対して豪気は。飛ぶよ、死ぬから。もあるし、別に有利不利関係ないし、合計が本当面白くないんだから、うん、インフィルは合計合わせたんだけど、ガイル戦合計ありっぽいよ。合計？合計、めっちゃ飛び飛ぶつ。負けれんだ。合計できるといいよね、下がったにも出せるし。あ、そうそう、合計合計あるか。合計覚える。なんかだんだんインフィルのキャラと一緒になってそうなるよね。なるよね。いや、外部戦は絶対これ合計の方が面白いよね。竜とか合計よりも、うん、盛り上がるじゃん。このキャラ覚える。なんかごく一部のキャラとか、まあ、基本的なことは覚えてるよね。ただ何が実際なのか、立ち回りでお姿はないのか、飛び道具しかないのかっていうのが分かんない。ああ、ダッシュが早いんだ。なんとなく分かる。多分セビーチマンスケが、ちょっとあれ、ダッシュが速いって、ダッシュのフレーム普通17じゃん。いや、普通は18。普通は18ね、うん、で、このキャラは何フレ16。いや、ちょいセビーチマンスケの後飛んでみて。セビーチ、5部じゃん。16ですよ。16か、うん、だ16だったら、で、こいつが発生早い技って言ったら、まあ投げもあるから。研修機や、研修機発生率3持ってんのこのバカ。え、どうすんの。3持ってて3からコンボ来るじゃん。何あんの、 EX しかないの。いや、入んない、これ入んない。これは波動の中の禁止機が繋がるけど、禁止機から波動は繋がるの、あくまで連携なんだよ。これっぽいな。これ激アツだよね。ついに配信で手探りが始まったけど。この技がまあガードされてないな。3ちっちゃい。コロコロコッシュやめようぜ。こわちが長い。あー、でも小足から波動拳。いやー、あんま使わない、うん、まあでも使おうか。そしたら中盤でやるの。そうね。このキャラかな、まあ、よくわかんねえな。うん、安持ち使いたいよね。あの、ガイルと下がったと玉キャラに、うん、出したいね。めっちゃ打ってさ、めっちゃ打ってさ、飛んだらセービングで降りてきてさ、海外大会キャラかぶせあるじゃん。あるある。あるけど、相手の1試合目、相手のキャラ見て合拳選ぶ。
ボートしたら相手も冒険ならっつってキャラ変え出すと、うん、誰来る？係の人が早く決めろって言いに来るから。あ、インフィルが後ろにいた人、そうか、早く決めろって来たのか、うん、なんか海外でさ、インフィルのあの係を選んだ時に後ろでなんかうろうろしてる人いたの。それはラフかもしれないけど、いや違う違う、明らかにアメリカとかあっち系なの、韓国の人じゃないの。何にうごついてんだろうと思って、キャラかぶせ成功したらいいけど、冒険なら大戦をかぶせ返してきた時はやっぱ自分のキャラで勝てないといけないんだ。そうだよね、うん、じゃあ我慢して我慢して最後出させて負けたら冒険ってなる。そう、1試合目取ったら、うん、1試合目取ったらかぶせられるんだ。ああ、なるほどね。あ、じゃあ基本はリュウリーか。ゴーキ来てユン来たら終わりだよ。そうなんだ、終わりだよ、ほんと即死だよ。あー、ゴーキ来たユンって感じだよ。だから俺ゴーキはもう基本戦場で入ってないもん。まだ鬼とか竜とかの、うん、まあ竜より鬼の方が多分強いから。キャラが火力はね、うん、火力の話ね。だから鬼の方は比較的硬いし強いかな。空中くらい持ってるから説得力も強いから。空中くらいなくなるかもしれない。なくなってきちゃう、あれ、うん、一人だけ空中くらい寒い、うん、みんな地上で食らってるのに一人だけ空中くらいでしょ。さすがに鬼。まあ、じゃあ竜でいいやね。竜だったらバランスいいよね。点線わかる？っていうか竜で豪気線、点線あたりを。ああ、そっか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 。剣と豪気めっちゃ多いんだな、これ。忘れてた。うん。